どうもビデオゲーマーです。こういうキャリアケルン編続きやっていきましょう。今回はリーグ戦のシュツットガルト戦やっていきます。オバメヤンがいる時点でもう無理じゃないかな、優勝とかね。まあ勝ち点が11離れてるんでなかなか厳しいんですけどね。まあ一つでもね、上の順位に上がって、まあ最後の方までねしがみついていきたいなと思うんですけど、で、FIFA21 のこういうフェイスの動画上げてて、ね、それが久々に総再生回数が1万回に来そうかな、なんで、ね、なんか海外の方含めお役に立ってるようでね、良かったです。うん、いや本当にね、最初はね上げようかどうしようか悩んだんですよね。あの 20の時に上げてね、コラって言われたんで、なのでどうしようかなと思って悩んでたんですけど、今回はいけたので上げてみたんですけどね。いやー、やっぱりね、総再生回数がね1万回とか、いったらね、やっぱりね、うん、やってる意味あるなと思って、結構嬉しいですね、やっぱり。うん、なんか一人でニヤニヤしながらねちょっと見たりしてますね、再生回数をね。で、前回のキャリアの動画と、そのこういうフェイスの動画にコメントいただいているので、まあ、海外の方とかもコメントいただいているんですけど、ちょっとわかんないんで日本人の方だけのねコメント読んでいきます。前回のキャリアの動画ですね、堂安、酒井選手ですね、堂安選手、酒井選手、こういう熱すぎますと、個人的にはハリー・ケインとモーラ更新してほしいですねと、ハリー・ケインはね更新されてるっぽいですね、トレーラー見た感じだったりしたら。で、まあまだベータなので、フェイスのアップデートが反映されてないみたいです。なので製品版になれば、アップデートがね反映されてるかなと思います。で、堂安選手と、酒井選手ですね、酒井宏樹選手の固有ですね。まあこれはもう、まあ噂通りかなと。 PSV とマルセイユがねスキャンされてる、まあリーグワン全体のスキャンだったらよかったんですけど、まあベータなのでスキャンが反映されてないのもあるのかなと思うんですけどね。もしかしたら、まあリオンとかマルセイユとかだけ、あとパリとかね3チームぐらいなのかなと思いますね。フルスキャンが良かったですけどね、今のところはなんかそんな感じですね、チームごとって感じな気がしますね。で、余談ですが、元ドルトムントのバイグルの固有めっちゃ好きですと。来季は買い取るオプションもついてるのでいろいろと妄想して楽しんでますと。あ、そうですね、買い取るオプションね、バイグル、ドルトムントからベンフィカ行ったんでね、バイグル雇用になるかと思ったらならなかったの、エンジルで。なので、まあ良かったですね。バイグルいいですよね。うん。僕も好きです。ツイッターの雇用情報早くて助かりますと。もう必死ですよ。もう必死です。もう朝のもうね、早うちからもう大体この時間に、ね、情報を発信してくれるなっていう方が大体いるので、その時間にこう、なんとなく目覚めるんですね。人間って怖いね。人間って怖いんですけど、その時間に大体目覚めるので、見てね、あったらね、名前つけて編集してね、ツイッターの方で上げさせてもらってますね。岡崎慎司と香川慎司、ダブル慎司ですね。内田篤人と吉田麻也、アップで求むと。香川選手、内田選手、吉田選手は、微妙かな、まあないかなと思うんですけど、岡崎選手ですね。はウエスカなんで上がってきたので、まあ21でアップではないとしても、22にウエスカが残っていればね、残留してればアップでされる可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。ただ岡崎選手がいるかいないかですね。いたとしても、まあ収録されてるリーグに移籍してればね、アップでされてたら反映されるかなと思いますけど、まあ、岡崎選手に関しては可能性あるかなと思いますね。FIFA21 予約で勝ったし、新情報も出てて、FIFA20 へのやる気 が起きなくなってしまう現象に陥ってしまっていますと。そうですね。なので僕は、ほぼほぼ、プレイ面だったり何だったりは見ないようにしてます。こんな人か。
すんのとかね、思ったらね、いやもうこっちやりとくでしょうがねえよってなるから、もう逆にもう見ないです。固有は見るけどね。固有は見るけど、もうこっちは見ない。もうプレイ面とかはもう一切見ない。あっても、ああ、そうなんだ、ぐらいの感じでね、います。隣は来ますかと。これはね、来ないと思いますね。隣ね、だってあれでしょ、ブレシアでしょ、ブレシアなんで来ないよね。だってイタリアの雇用が少ないのでね、隣は来ないかなと思いますね。来てほしいですけどね、いい選手なので来てほしいんですけど、隣は厳しいと思いますね、これはね。次がこういうフェイスの動画に来たコメントですね。めっちゃいい情報ありがとうございます。これ来作もこういうキャリアが楽しめますと。おー、やってるんですね。いいですね。楽しいでしょう。ね。一人でもね、増えていただけたらね、ありがたいので。日本人だと堂安、酒井宏樹はフェイス更新か。これは嬉しい。おそらく久保、南野のアップデでのフェイス更新かなと。これはね、あのね、久保選手、南野選手はね、ちょっと微妙な気がしますね。なっても22じゃないかなと思うんですけどね。ワンチャン南野選手あるかなと思いますけど、久保選手どうかな。マジョルカ降格しちゃったんでね、そこがね、痛いところで、降格したチームの固有ってね、ちょっと増えたり増えなかったりなんでね。なので、ちょっと、まあ、最近ちょっと増え出してるとこがあるので、もしスキャンしてたら久保選手はね、製品版であるかなと思うんですけど、南野選手の方がそしたらアップデートの可能性はあるかなと思うんですけど、これ、この二人はね、両方ちょっと厳しいかなと思いますね。今までの流れから言ったらね。まあ、久保選手に関しては、ビジャレアル行ったので、22には、まあ、雇用になる可能性もあるし、南野選手もそうなんですけど、22ではなるでしょう。流れ的にね。加入時期とかも関係してくるんでね。なので、僕はあまり期待してないですね。なったら、やったって感じで。個人的にはそこまでなると思ってないですね。次がハリー・ウィルソンとトバン。めっちゃ嬉しい。デパイのフェス更新期待してたと。ああ、デパイはね、ああ、もしかしてあれですね。ベータ版なんで更新が、されてないかもしれないですね。で、ハリー・ウィルソン、ボーマスですね。レンタル行ってましたけど、こういうのになってよかったですね。使いたいですね。すごく使いたい。で、こういうフェスの動画、最初にバイグル、ありがとうございますと。ああ、バイグルめっちゃ好きって言ったね。ピクルスさんですね。ピクルス探偵団ってすごいよね。何探してるんでしょうか。何探してるんでしょうね。ハンバーガーなんか探してるんですかね。いいですね。好きですね、この名前。ピクルス好きなんで僕ね。さすがにグリーンウッドこういう来るよね、と。ああ、これもね、来るならアップデでしょうね。製品版で来たら儲けもんかなって感じですね。今段階で来てないのだったらね、ウィリアムズが来てますからね、サイドバックのユナイテッドは新規で。なので、それが来てるのにグリーンウッド来てないのがちょっと嫌な感じがするのでね、すごく微妙なところですね。来てもアップデートでしょうね。製品版で来るかな。来たら本当に今言ったけど儲けもんですね。はい、まあいいでしょう。ということでね、試合の方やっていきたいんですけど、コメントいただいてね、ありがたいです。今回のスタメンなんですけど、右からパウリーニョで、真ん中にシュテイが入れました。で、エロユヌシですね。で、真ん中はホッスム、クックで、ロルダンで、ディフェンスラインがキャノン、ホイビルク、ハック、サンチェス、ゴールキーパーカリウスです。ユニフォームの、雰囲気が似てるんで、まあなんとか、迷わないようにね、やっていきたいと思います。Looking forward to bringing you live action from the Bundesliga in a matter of moments. It is Stuttgart, and they face. はい、やっていきます。シュツットガルトが今13位で、ケルンが今6位なんで、
Let's hope both teams really have a go at each other from the start of this match. It should be a cracker. いやなんかな。嘘だろ。そんなあっさり決まんの。マジで困るわ。全然人が上がってこないですね。どんだけボールを失わないんでしょうね。いや、あのポジションであんなプレーする？あそこで。Shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. Yeah, plenty of teams in the hunt, hoping to lift the trophy at the end of the season. I think most fans, Derek, particularly the neutrals like me. Yeah, 今シーズンはちょっと低迷っぽいな。ちょっと非常。He's in with a chance. Oh, what's an opportunity! It's been squandered. Well, you dream of 1v1s as players. He's had one and he squandered it big time. Can they hit on the break?Paulinho. This attack running towards goal. いや嘘だろ。ちょっと待ってよ。そんな預けるように真正面蹴る。うわ。うわちょっと待った。いやちょっと失点が早すぎたなこれは。Promising sequence. Great challenge. He got nothing but ball. やばいな。なんかマジでいい。まあ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 こうなったでしょ。He's driven in the corner. Absolutely magnificent goalkeeping. Oh, he's almost turning away. He thinks he scored. The goalkeeper doesn't. Roldan moving into the advanced position. いいですね。いいですね。あ、マジか。Sometimes you can't argue with top-notch defending. Endo.Donny's now. Endo. Poor attempt at a pass, really. いや嘘だろ。もうそんな相手に当たるような感じ。危ない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 。もうほんまにやめて。Sanchez.いやだですよね。いいですね。いやだちょっとキャノン疲れてるけど大丈夫かな。うわマジか。よっしゃオッケー出てるわ。Good football there, but just straight offside. Endo. Castro. And it's Felix Uduokai. Castro. Shadrach Akolo. Takes some progress with the ball at his feet. Went in strongly, decisively.Roldan. いいボール、いいボール。And here is Paulinho.
取られるな、難しいな、早いな。39分か。Moving the ball nicely, trying to carve out the equaliser. An attack full of promise. Wonderful chance. It wasn't far away from the target lead. No, it was decent. Really, really decent chance for the lad. They'll keep pushing away to try and get that equaliser. Akoro with it. Has plenty of know-how in the ball shielding department. Endo. Gliding through the gears. It did appear that they might be onto something, but not so. We've had the official word. There will be a minimum of two. よし、いいよ、いいよ。OK、OK、OK。Will they get themselves left here? Keeper's contribution, but what next? どんだけキーパーいいのよ。やば。はい、後半やっていきます。LN 真ん中にしてシュテイが左に変えました。ロルダン、サンチェス、サンチェス、ハックオンのボール、クック、パスはつながるだけにな。よっしゃ、オッケーオッケー、ナイスナイス。今のはいい攻撃でしたね。これちょっとボール流れたんであれでしたけど。オッケー。マジで極端にこう守備が緩くなるの、ほんま、あかんよ。Well, this should be a really absorbing Bundesliga match coming up on EA TV. It's Stuttgart against Wolfsburg. Yeah, it's very easy to build a case for those two teams to make that game a real cracker. You should be tuning in for that one.あー、高さが足らなかったら、あら。あぶね。今のは危なかった。ちょっと落ち着いたから喋るけど、今のはマジ焦った。あー、真正面だったか、クソ。面白いかなと思ったんやけどな。あそこ失うね。あ、やべ。あ、ちょっと遅らせてくれたけど助かったけど、これスペースできてるわ。And the counter looks on here. Options available. It's opening up for them. いけるけど、いけるけど。よっしゃ、OK、2点目。いや、ホッスもいいよ。
さすがコスパ以上コスパ高いからな。いい選手ですよ、ほんまに。ちょっとここで選手変えましょう。今いい流れてきているので、ベネデッティ真ん中に入れて、でシュテーガーに代わってロッシ入れましょう。アナスタシオス・ドニス・メイガ。Good technique displayed. We're now inside the final 20 minutes of the game. Donny's now. Couldn't keep it. Ah, 当たっちゃった。 Giving it away. Shot attempted. Staunch rear guard action. あれやね、遠藤選手も来シーズンシュツットガルトが残留したらこういう風になってる可能性が高いね、次の22ぐらいにはね。今見て思い出したけど名前、ウニオンベルリンの、ちょっと待ってね、ウニオンベルリンは誰だったっけ言ったよね、彼も22、こういう風になったらね、いいよね、なる可能性はあると思うし。ただウニオンベルリンが本当残留したら問題だけど、問題っていうかことやけど。まずはもん残留しないと話にならないからな、本当ここ最近やからね、増え出したの、残留しても、残留っていうか降格してもね、こういうちょっと増え出したの、昔なんか全然やもん。いい守備、ハダースフィールドの若手3人ぐらいなんてスキャンしてるのに増えてないからね。キーパーが良すぎる。まあまあまあ真ん中やったからあれかもわからんけど、うわー惜しい、ちょっとやったな早く90分経ってくれへんかなマジで1点差やから、ほんま一瞬の隙でやられて終わるからな。危ないですね、スペースできているから。まあまあまあ、ボール奪えば。なんでこけるかな。当たってしまったね。よっしゃ、OK、勝った。オッケーオッケー、助かった。はい、ホッスム様様って感じですね、もっと試合に出してくださいと。
出してなかったかな出してる気はしたんやけどな、出てなかったんですね。いや、ほんと買っててよかった。ほんま、ホッスムのおかげやわ。いや、相手のゴールキーパーよかったけどね、マジで。ちょっと待って。な、見れるんかな？見れたっけな？チームスタッツそんなに見ることないから、あれなんやけど。これだ、見れんかったっけ？あ、見れるね。バイエルン、誰いんの？は？はあ。強いな、うん、シンプルに強いな。え、ドルトムントは？いやー、点取りすぎっちゅうぐらい取るな。知らんな。20歳か。いやー、なんだろうな、嫌 やな。まあ確かにあのメンバー見てこれで優勝を狙いますっつったらこれ無理やなね。はい、まあ今回はこれぐらいで終わりますかね。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。